皆様はじめまして、パッセージオブライフを監督しました藤本明夫と申します。この映画はですね、日本で暮らす、ミャンマー人4人の家族の物語です。で、結構この映画が特徴的なのがキャスティングです。この親子ですね、本物の親子がキャスティングされています。本物の家族ならではの、演技と言っていいのかは分からないんですけど、演技を超えた演技ですね。ぜひそのあたりにも注目して見てもらえると嬉しいです。ただやら大丈夫、またこうするからね。これもう折れたいな、今やな、もういいよ、泣かない、もう泣かないで、パパ早く帰ってくるって。ルって何がある？あーすごい、できた。入国管理局のものですけど、知らないよ。説明しますんで。你要让农村无路天路，就帮我退了黑了。那到时候要开放在当地比较才行啊。当地比较才行了，不然路被洗嘛了，对吗？今唔買啲咯咩？佢哪裏？今嚟你都幫你唔好唔，今嚟先嚟佢咪啦，媽咪，今嚟你先啦，依次先你先啦。神様。神様いた。いた。